京阪白石さんでの契約についてお話しします。白石さん、白石さんと思ったら、多くの人は10回イコール坊主って思うでしょう。はい。で、白石さんは実は、私たちの救いの計画、私たちの神様との歩みとの計画を凝縮したようなものなんです。で、白石さんで起きたこと、どんなことが起きたんでしょう。もうね、ありとあらゆる考えから見るとですね、これは人類のですね、非常に重要な出来事の一つだと私は確信してます。一つ。白石さんは実は結婚式だったんです。結婚式、と思う人がいますよね。そう、そうなんです。これは神様の民、解放された民、イスラエルの人たち、エジプトで奴隷だった人たちがですね、シナイさんのもとに導かれてきたんです。そしてそこで、シナイさんの記録をですね、記録は出エジプト記に詳しく出てるんですけど、そこを見るとですね、そう、山があって、そしてそこに民衆が集まったんですね。そして山って言ってもですね、ほとんどもう砂漠の中の何もないところの、こう、荒涼な荒れた土地の中に山々があって、そこでそびえ立つ白石山、そして険しい山ですね。そこですね、何十万何百万の人たちがかつて奴隷だった、そして解放された人々が集まってきて、そして結婚式が起きるんです。結婚式、聖書の時代の結婚式っていうのはどうなってるかっていうと、王位があるわけですね。王位があって、そして結婚するカップルが来て、そしてそこで食を共にして、一緒に何かを飲む。そしてそれで祝福されて、それが結婚式なんです。王位があって、人が来て、二人の人が来て、そこで、食を共にする。そして、飲み物を飲む。それで終わりなんです。それで結婚になるんです。そして契約を、交わす。さて、白石さんに集まってきた人たちの上にはですね、聖書には記述されてるんですけど、覆いが被さったって書いてあるんですね。雲。すごい雲ですね。そして、ます。そしてそこで、光がピカ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 なって、そしてそこで、集まった人たちは、そこで契約を交わす。そしてそこで、食べ物を食べて、飲み物を飲む。成立、結婚が成立されるわけです。実に結婚式だったんです。神様と私たち人間が永遠に一緒に共に生きて、そして生活して、そして永遠に生きる。それが白石さんでの結婚式。白石さんでよく使われる箇所がありますけれども、それは白石さんでの契約っていうのは出エジプト記に記されていますけれども、そこでよく使われている聖句はですね、あなた出エジプト記19章4節、あなたたちは見た。私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。なんていう意味でしょう。わし、
ここはモチーフはワシですね。ワシの翼に私たちを乗せて私のもとに連れてきたこと。ワシってちょっとね調べてみたんですけど、すごいですね。ワシのヒナってどうやって飛ぶことを覚えるかっていうとですね、ちょっと恐ろしいんですよ。ワシって高いところに巣作るじゃないですか。そしてそこにヒナがいて、そしてヒナがどんどん育っていくわけですね。そしてワシが、ワシのお父さんかお母さんが、あ、このヒナをもう成長したなって。そしたら、飛ぶことを教えようって。そしてヒナをですね、高いところに連れてって、そしてそこからパトーンと落とすんです。そうすると、ヒナは一生懸命パタ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 して、そして飛ぼうとするわけです。でも、まあ、初めてだからそんなにできないんですよね。だけど、そこで、わしの、地面にヒナが激突する前に、親のわしが、わーって来て、キャッチして、背中に乗せて、また上に登ってって、そしてまた、ヒナを上からパタッと落とすんですね。それを、そしてまたヒナが、飛ぼうとするわけです。そしてまた、ね、激突する前、地面に激突する前に、わしはヒナを、親わしは、小わしをキャッチして、そしてまたトレーニングを繰り返すわけです。それを何回も何回もやってるうちに、ヒナは飛べるようになるわけです。いや、私はそこで思ったことは、二つあるんです。一つは、おわ、わしに生まれてなくてよかったなって、これは私は、恐怖症なので、こんな恐ろしいトレーニング嫌だなと思って。で、もう一つはですね、いや、実は神様は私たちをこうやってトレーニングしてることもあるんだなと思いました。私たちは失敗を繰り返して、つまずいたり、転んだりしても、神様は私たちをピックアップして、そしてまた、私たちを、いや、できるんだよ。成長を見守ってくれてあげるよって、神様はずっと見守ってくださる。これが、シナイ山での契約によく出てくる聖句ですね。だから、シナイ山での契約っていうのは、出エジプト記19章4節をいつも頭の中に入れてください。そうです。シナイ山の、での契約っていうのは、素晴らしい出来事だったんですね。シナイ山っていうとね、シナイ山っていうと、いつもほら、10回とか出てくるじゃないですか。10回。ほら、10回って石の盤ですよね。石の盤に出てきてるんですよ。そしてそこに、こう、10回がこう書いてあるわけですよね。で、私はね、色とかがね、結構ね、ほら、キラキラした色が好きなんですよね。で、思ったんですよ。この石場って何色だったのかなって。石場って黒かったのかな？それとも真っ白だったのかな？それとも真っ黒だったのかなとか、それともどんな色だったのかなって思うことあるんです。皆さんも思ったことありますか？いや、実はですね、聖書の学者たちは、石板の色は、真っ青じゃなかったかっていうのが、説なんです。一番有力説。どこに出てるかっていうと、出エジプト記の24章の10節、それから、出エジプト記の24章の12節に、書いてあるんですよね。そして、24章10節を見ると、そこはですね、神様が、の土台、何だったっけ、王座っていうのがあるんですね。神様の王座が真っ青な、空の色と同じような色で真っ青だった。そして、ある、
日本語訳ではこれはサファイアの石だったって書いてあるんですね。それから真っ青な石、やっぱりサファイアの石ですよね。そして12節にはその石をって書いてある。その石を取って石板を作ってそこに神様が、十戒を書いた。お、面白いですね。真っ青な綺麗な宝石、その石、サファイアっていう石、そしてそこに書いてある。わあ、素晴らしい、美しいものだったのかなって私は想像しています。そしてその神様の御座、御座ってほら王座があるじゃないですか。神様がいるところの土台が、土台の石を少し削って、そして私たちにくださった。そして、それが、モーセ、十戒が書いてある石板になった。素晴らしいことですよね。神様の御座の一部を私たちに、私たち人間にくださった。これがシナイ山での契約の一つですね。一つの見方だと私は思います。シナイ山と三天使のメッセージ。シナイ山と三天使のメッセージっていうのは密接な関係にあるわけです。密接な関係なんです。三天使のメッセージってご存知ですか？三天使のメッセージっていうのは、黙示録、ヨハネの黙示録、新約聖書の一番最後の書物、巻物のヨハネの黙示録っていうところがあるんです。その中の第14章に出てくるのが、三天使のメッセージ。と、天使のメッセージのね、ところにですね、永遠の福音という言葉があります。永遠の福音。皆さん聞いたことありますか？永遠の福音。永遠ってね、何ですか？永遠っていうのは、長い長い間生きているものですか？例えば、木は何十年も何百年も何千年も生きてますよね。でも、いつかは木も死にます。じゃあ、亀は300年生きてますよね。でも、何十年、何百年、300年生きても、亀も実はいずれは死にます。国も実は滅びるんです。ある国は何十年もあって、何百年もあって、何千年もある国もあるかもしれないです。しかし、いずれは滅びます。アメリカもいずれは滅ぶ。日本も滅びる。中国もいずれは滅びる。命あるものはいつかは死ぬ。永遠というものは何でしょう？永遠というのは、ただこの世にはたった一つしかないんです。地球でさえもいずれはなくなってしまうんです。この宇宙でさえも実はなくなってしまうんです。しかし、永遠から永遠にあるものが、お方が一つだけこの存在します。それは神です。神様です。父なる神様。子なる神様。聖霊なる神様。父と子と聖霊っていう言葉聞いたことありますよね。父なる神様。イエス様。聖霊様。そしてこの三位一体が永遠。昔にもあって、今にもあって、そして将来、未来にもある。それ、この三位一体の神様以外は永遠にはないんです。全くこれ以外は永遠とは言えません。さて、この三天使のメッセージに書いてある永遠の福音と、シナイ山での契約、どういう関係があるんでしょう。
三天使のメッセージは、永遠の福音を皆様に伝えるっていうわけです。シナイ山では、この永遠の関係、父と子と聖霊の関係を私たちに招待しているわけです。神様はですね、父と子と聖霊様、この関係はどんな関係なんでしょうか。父と子は敵対関係だったんですか？いえ、そうではありません。聖霊様とイエス様は、こう、喧嘩をしたりするんですか？いえ、そうじゃないです。神、父と子と聖霊は愛にもって、愛によって一つになっていた。そして、一つの存在、三位一体って言いますね。そしてこの神様が、三位一体である神様は、私たちにこの関係を、に加わるかということを、私たちに招待状をくださっているんです。招待しているんです。そしてこのシナイ山での契約は、まさにその招待状なんです。どうですか？私たちと一緒に生活しませんか？一緒に生きませんか？一緒に永遠に生きるようでは、永遠に生きましょう。それがインビテーションなんです。これがシナイ山での契約。シナイ山での契約っていうのは実はどこから始まるかっていうと、杉越の祭りから始まって、五旬節に行ったって、そして食材の日になる。そして最後に、カリイオの祭りで終わる。これがシナイ山のでの契約の大まかな流れです。杉越の祭り、英語ではパスオーバー、ヘブライ語ではペサハ、で五旬節、シャブオート、ヘブライ語ではシャブオートって言いますね。英語ではペンテコステって言いますね。そして食材の日、ヨムキプーラ、あるいはデイオブアトゥーメント、そして最後に来るのがフィーストオブタブナコ、カリオの祭り。これですね、もう一回言いますよ。杉越の祭り、ペサフ、ペンテコステ、五旬節、シャブオート、ペンテコステ、食材の日、ヨムキプール、デイオブアトゥーメント、そして最後に来るのがカリオの祭り、スーコット。そしてそれ、これはどういう祭りかっていうとですね、ペサフっていうのは私たちが解放された日ですね。エジプトから神様が引き出してくださった。奇跡的に私たちをエジプト、罪の世界から私たちを救い出してくれた。それは要するにイエス様が私たちのために十字架にかかって血を流してくださったことによって、私たちを救ってくださった。そして、次に起きることはですね、私たちはシナイ山に導かれるわけです。そこでですね、神様は私たちに招待状を私たちにくださってる。永遠の福音に加わりますか？私たちと一緒に永遠に一緒に生活して永遠に生きませんか？それがシャブオートなんです。聖霊様がここに下って、そして私たちの心に宿って、そして一緒に生きませんか？そして最後の日、食材の日に私たちを許してくださった。
イエス様の血の贖いによって私たちは永遠に生きることができる。そして仮用の祭りの時に私たちは神様と一緒に祝う。これがシナイ山での契約の大まかな道、道筋。私たちのプランドサーベーションですね。私たちの、どうやって、いかにして救われて、いかにして神様と生きて、いかにして神様と永遠に生きるかという縮図ですね。シナイ山での出来事っていうのは、出エジプト記を読むとかなり複雑なんですね。出来事が、なんて言いますか、初め読んだ、一回目読んだだけではね、どうなったのっていうように、少しわかりにくいところが結構あるので、ちょっと説明しますね。さて、イスラエルの民はエジプトを出た。そしてずっと奇跡的に奴隷解放の中でイスラエルの民は逃げてきて、そしてついに解放されて自由になれるっていうところで、こう川があったんですね。紅海、海ですね。紅海があって、そこをエジプトの大軍が押し寄せてくる。そして私たちはまだ捕まってしまうというところで、神様が奇跡的に道を開けてくれたんです。そしてそこを通った。そしてアラノリの自由についになった。そして大軍を神様は追い返した。これが杉越の祭りの出来事です。そしてここ、アラノはですね、50日間。だから50節って言うんですけれども、ペンテコステとも言いますね。それからシャブオート。そしてそこで何が起きたかっていうと、いろんな奇跡が起きるわけです。こう、飢えていた時にパンが天から降ってきた。それがマナっていうんですね。食べ物が降ってきた。で、水がない時は奇跡的に水が与えられた。そしてそういう経験をしたところで、ついにシナイ山に着くわけです。シナイ山に着いたらどうだった？そこに着いたらですね、シナイ山っていう山にですね、こう、民衆はですね、こう、押し寄せてきたわけですね。そこで、モーセとその、リーダーたちは、こう、縄を張ったわけですね。これ以上入らないようにって。入ったらね、あなたたちはね、あまりにもね、入ったら、あなたたちは、この、あまりにも汚れているので、神様と会ったら、生きていられない。って、そういうわけで、ここ、境界線を張ったわけですね。私たちもそうですよね。私たちは、の人生は、罪や失敗でいっぱいな人生を持っている人たちが、多くっていうか、ほとんど私たちはそうですよね。それで神様っていう、パーフェクトな存在と会ったら、もう、とってもではないけど、生きた心地にはならない。そういうような感じなので、シナイ山にはこの境界線が張ってあったんですね。そしてそこで民衆は初めて神様の声を聞くわけです。それはもう民衆にとって恐ろしいことだったんです。そしてもう十回をですね、こう神様は言い始めるんですね。そしてそこで十回を言ってるときに、民衆はもういいですって。これ以上聞いたら私たちはもう
あまりにも恥ずかしさ、あまりにも恐る大きさ、あまりにも私たちがいかに罪でまみれていたかっていうことを、もう明確にする、されるのはね、これ以上聞けませんって言うわけですね。そして、あとはモーセに頼んでくださいって。そして、モーセはそこで、70人の、何十人でしたっけ？何十人かの、仲間を連れて、シナイ山に行くわけですね。神様の言葉を聞きに。こうして40日間、モーセはですね、山に登ってたわけです。神様と話して、そして、そこで、さっき言った石板の神様が書いた石板を、言葉を持って、こう40日して戻ってくるわけです。そうすると、なんと何が起きたことでしょう。今の今まで、もう恐れ多いと言って、あなたの、神様と、こう、一緒に行きたいですって言っていた民衆が、コロって変わって、偶像を作っちゃうんですね。格子、黄金の格子っていうのを作って、そしてそれを拝み始めて、そしてエジプトでやってた同じような、こう、なんて言いますか、エジプトと同じような罪にまみれた生活に戻っちゃってたんです。そしてそこで、モーセは怒ってその石板、神様の御言葉が書いてある石板をバーンって割っちゃうんですね。そしてそこにいた罪にまみれている人たちを見て、これはどうしたことかって言って嘆いて、そしてそれを直そうとして、そして神様にそこで許しを願うわけですね。こんなにね、せっかくエジプトから奴隷生活から出て解放された民衆がですね、ここでまた舞い戻りしちゃったじゃないですか。そこで、モーセは神様に会いに行くんです。40日間。そしてそこでまた、そこでですね、モーセはシナイ山にまた登る。これ、そしてそこで神様は石に御言葉を書いてくださった。そして今度も戻っていくわけです。これ2回目ですよね。2回目戻ってきたら、その時は、民衆は、準備していて、そしてその、神様の御言葉を受け入れたわけです。これが、シナイ山での出来事の、大まかな流れです。これをこう頭の中にどっかに書いたりやったりやると、この出エジプト記のシナイ山での契約のがより理解しやすくなります。で、この2回目にモーセが降りてきた時はいつだったかというと、これが食材の日なんですね。日にちを計算してみると40と40と40。大体このヨムキプールの時になるわけです。ヨムキプール。Day of Atonement ですね。ヨムキプールの時に、こう起きたこと。そして、その後、ヨムキプールに何が起きるかっていうと、要するに食材の日だから、こう、あなたの罪は、イエス様の十字架の死によって許された。あなたは、贖罪されたのだ。あなたは許されたのだ。そして、一緒に生きようではないか。というのが、神様のからのインビテーションですね。そして、次に起きることが、シャブオーツ、スコーツですね。次に起きることはスコーツと言って、みんな、一緒に生きて、一緒に生活して、そして永遠に時間を過ごす。
代での契約、一つね、面白いね、見方があるんですよね。神様は、私たちに招待状をくださっている。ヨハネの福音の14章の15節、それからヨハネによる福音書15節の14章を読むと素晴らしいことが書いてあるんです。ヨハネの14、15、それからヨハネの15、14。覚えやすいでしょう。14、15にはね、要するに、私を愛するならば、イエス様が言ってるんですよね。イエス様が、私が、を愛するならば、私の、戒めを、守りなさい。そして、ヨハネの15章の14節には、なんて書いてあるかっていうと、イエス様は、某、あなたたちを、あなたたちということは私たちですね。あなたたちを、あなたたちを、召使いとしては見ない。あなたたちを、友達として見る。私たちを兄弟として見ると、イエス様は宣言しているんです。私たちに招待状をくれているんですね。シナイ山での契約。多くの人がですね、10回とか、神様の掟とか、神様の戒めを、どういうふうに見てるんでしょう。どういうふうに見てるかというと、10回をキープする、神様の掟、ルール、それから規則を守れば、神様のところに天国に行ける。これは全間違いなんです。罰。実はですね、神様はもうすでに私たちを救ってくださったんです。そして十字架のイエス様の十字架での死によって私たちは救われたんです。そしてそこで神様は私たちに言ってるんです。どうですか？一緒に生きようではありませんか？罪に汚れた私たちに、罪に汚れた私たち人間に、どうでしょう？もういいじゃありませんか？どうか私たちと一緒に三位一体の神様、父なる神、イエス様、聖霊様、その三位一体と一緒に生活しませんか？生活して永遠に行きましょう。で、そこでですね、一緒に生きるには、どうやってハッピーに生きるかっていうことをここに示してあげましょう。そうです。そういうように、こう、十戒とか、神様の掟とか、神様の導きっていうのを解釈すればいい。いいんじゃないかと私は思います。神様の掟を10回を守るからと言って私たちは天国に行くんじゃないんです。実はもうイエス様の力によっての行いによって私たちはすでに救われたものなんです。さて、じゃあ10回と、掟と、それから、守るっていうのは、どういうふうに私たちは、これを守れる、10回を、守らなければいけない、でしょうか。守る必要があるでしょうか。こういう見方もあります。神様は、人類、人間、全人類を天国に入れることができるんです。どんな罪人でも、どんな善人でも、どんな人でも。だけど、一つあるんです。神様は、
慈悲深い方です。例えばですね、罪人が天国に行って、行ったらどうなると思いましょう？思いますか？永遠に生きてしまうのです。永遠に生きてしまうんです。それどういう意味でしょう？罪人が天国に行くと、どうなるかっていうと、天国はつまんないところになるんです。罪人は、罪にまみれた人たちは、天国では生きづらいんです。生きづらくなっちゃうんです。なぜかっていうと、そこでは、権力の争いもなければ、いがみ合いもない。そこでは、人殺しもなければ、そこでは盗みもない。そこでは死もなければ、痛みもない。そうすると、私たちは、そういう生活、罪の生活にまびれていたら、天国ではハッピーにはなれない。そこでは、かえって、大変な時になるかもしれない。そこで、神様は、これは私個人の考えなんですけれども、神様は、天国は、罪にまみれてたらつまんないところだよって。永遠に生きるっていうのは、大変なことになると思うよ。それだったら、その前に、天国に来なければいいんだよって。そういうふうに言ってるんじゃないかなって私は思います。さて、神様はシナイ山でいろいろな、掟、いろいろな、戒め、いろいろな規則、いろいろなことを私たちにくださいました。例えば、人殺しをするな。例えば、盗むな。で、例えば、人といがみ合うな。とか、いろいろなことを、私たち、どんなものを食べればいいか、どんなものを食べない方がいいか、とか。そういうことを、シナイ山での契約、シナイ山で、私たちは、その、御言葉をいただきました。さて、ここで質問。これは、神様、この掟とか、戒律とか規則とか戒めを守らなかったらどうなんでしょう？守らなかったら私たちは天国に行けないんでしょうか？守らなかったら私たちは、神様と一緒に永遠に生きることができないのでしょうか。実はですね、神様は私たちが罪人であった時に、すでに私たちを愛してくださったんです。そして私たちを救ってくださったんです。で、シナイ山では何が起きたかっていうと、私は神様が、神様が私たち民衆に言ってるのは、個人個人に言ってるのは、私と一緒に生きたいのですか？一緒に生きたいのでしたら、一緒に行きましょう。そして、このわしが、ひなを育てるように、飛べるようにするように、一緒に助けてあげるから。何回でもあなたは、転んでも、右に行っても、左に行っても、後ろ戻り、後ずさりしても、私はあなたを助けてあげる。ただし、助けてもらいたかったらだ。だけど、じゃあこの、神様の戒めとか掟は何だったんでしょう。これはですね、神様とはどういう人なのか。神様とはどんな人か、天国とはどんなとこかということを私たちに教えるためにあるんです。
イエス様は、この、神様が、シナイ山で言った、この掟とか戒めしめとかを全部ひっくるめて、どういう意味があったのかということを二言で言っていますね。それは、神様を愛しなさい。隣人を愛しなさい。要するに、love なんですね。愛。それが、この、掟とか戒めとかの根源になっているわけです。だから、このシナイ山での掟の、本質は何かっていうと、love。それから、恵みなんですね。grace。それによって私たちは、grace。恵みによって私たちは、罪人であった時代、エジプトに住んでいた時に、私たちは神様の奇跡的な働きによって解放された。そして、グレイスによって、愛の掟を学んでいく。これを聖化と言いますね。これは、サルベーション、サンクティフィケーションとグロリフィケーションの3段階の一段階ですね。そう、私たちは救われた。そして、聖化されている。聖化、毎日、毎日、聖化されて、そして最後に、永遠に生きるために、霊化されていくわけです。その一環の一つとして、このシナイ山での契約があるわけです。